はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、森幸一さんの車をご紹介します。早速外装の方見ていきましょう。フィットモデュロスタイルということで、いや珍しい車がね、オフ会に来てましたね。こちら実は女性の方がオーナーさんということで、どうも初めまして。初めまして、モデュ吉です。よろしくお願いします。モデュ吉さんのモデュはモデューロのモデューなんですね。そうです。これ顔がかっこよくて一目惚れして買ったということ で、どの辺が外装で今気に入ってますか？顔に惚れての指名買いなので。あ、そうなんですね。まあ、これちょっとやっぱ違いますよね。このなんか刃のようなこう、ね、メッキ使いとかね、下にこうグッとこう張り込んだデザインがね、結構ねこうスタイリッシュに見えますよね。横から見たらこんな感じです。サイドガーニッシュってあれ最初からついてましたっけ？いや、これ無限です。あ、これ無限に変えてるんですね。はいはい、サスペンション変えてるんでしたっけ？サスペンション無限に変えてる。いうことで、まあ走りもね、結構、攻めてる感じのモデュールスタイルになりますね。これこういうのも、そうですね、あと、はい、シルクブレーズでしたね。あ、これ社外品でこういうのがあるんですね。見つけちゃった。ホンダの。それは自作パーツです。これ自作なんですか？なんかボタン的なのねじ込んでる。僕鍵穴ここだけが、はいはい、おへそみたいであんまり好きじゃなかったので、はいはい、なんとか隠そうと思って。で、なんかこういうホンダのパーツが。ホンダのね、はい、iPhone ケースに。ああ、iPhone ケース。エンブレムがついてたので、それで型取りをしてレジンで作りました。型取りしたんですかこれ？そうです。結構手間かかってる。手間暇かかってる。結構かかってる。いや、ほんま、フィットね、ここポチッと押すだけで開くんで、うん、結構便利ですよね。ほとんど、これ使ってる人いないんじゃないですかね。使う道があるのかな。ね、使う意味がわかんねえよ、みたいな。で、これね、これ結構つけてる人いますよね。そうですね、結構多いですね。あ、カーボン調の。そうですね、それは。もともとガラスでしたよね。そうです、そうです、ガラス。これつけると実際こう視界性ってどんな感じなんですかね。いや、全く影響ないです。あ、影響ないですか。うん、ほんまや、ちゃんと見える、ちゃんと外が見える。ほら、あ、ほんまや、これ視界性も確保できてるな。ちょうどここが見えるんですね。意外と全然なんか視界悪い。これ考えられてる、すごい。これ、これアマゾンとかで買えるんですか？アマゾンです。アマゾンクリック貼ってますので皆さんクリックしてくださいね。あれ、これは変わってますよね。完全に変わってますよね。あ、無限に変わってる。無限に変わってます。モデューロに無限をつけてる感じなんですね。モデューロ無限カスタム。ああ、ノーマルのお尻があまりにもノーマルやったんで、うんうんうん、買った時からお尻は絶対いじろうと思ってたんで。これでも色が結構ぴったり合ってますね。うん、もう塗装は純正塗装してもらってるんで。これは光るんですか？光ります。アリアホグ 赤く光るんですね。そうです。これなんか気がつくか気がつかんかぐらいのカスタマイズ。こういうカーボン調の、これ上から貼ったんですか？これは上から、うん、つけてもらってるけどカーボンです。あ、元のやつにこう貼ってるような感じなんですね。そうですね。あ、なるほど。テールランプも変わってるわ。もう気がつかない。これ、あ、なんか、あ、はいはい、なんか映えるやつね、これ。あ、ジャズ。蓋。ちょっとじゃあ、運転席、見さしもていいですか。これ中もちょっといじってる感じですか。そうですね。ちょっと黒に差し色で赤を。ああ、そうか。モデュールスタイルってもともと真っ黒ですもんね。真っ黒で、シートも黒くて、結構黒で統一してかっこいいんですけど、赤をね、ところどころ、あ、これは、そっか、上のシートに乗っけてあるんですね。ちょっと小さいので、純正のシートがガバつくので。なるほど。女性ならではの悩みですね。これ、なんか作ったっぽいぞ、これ。これなんか作ったっぽいぞ、これ。そいつら、1号機から3号機まで。あ、すいません、勝手に触っちゃって。大丈夫です。ライバー。お、すごい、これ3台。これも、もう手作りで。手作りです。へぇ。売ってないですもんね、モデューロスタイル。売ってねえのを作るという。これ色も全塗してる。あ、ほんまや、赤いタワーバーが入ってますね。やっぱこれでもだいぶ違いますかね、なんかボディ構成が。紐打ち
気持ち。そうですね、僕もあのエンジンオイル変えたらなんか今日は走りええなっていう感じますもんね、うん、プラス気持ちですよね。あ、すごい、カーチューン、ミンカラなどなどしてあるんですね。モデユキチさん、実はこんな綺麗な女性の方でした。ぜひ、SNS、登録してくださいね。はい、いかがでしたかね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィットモデュロスタイルでした。じゃあね、もう一周